本を探しに行くんだってな。あそこは悪魔の塔と呼ばれている。とてつもなく恐ろしいところだぜ。怪物が出てこられないよう扉は一方通行にしてやる。中へ入ったら最後こっちへは戻れないぜ。入り口はこの家の裏にある。さあ行けよ。私はルタジェンマというものです。気がつくと塔の中に倒れていたんです。石像の並ぶ廊下で老人を見かけたのですが、その人は私の目の前で壁の中に消えてしまったのです。そのすぐ後でした。私が捕まったのは